怪人でございます。今日もドラゴンクエストビルダーズやってまいりましょう。それでは今日はこの隣にいる女の子に話しかけてみましょうね。ほい、この旗一体何だろう。それにこの場所なんだか不思議。とっても明るくてすごくあったかい。私はピリン、あなたは。ほん、ピリンって子が出てきましたね。うん、住民からのお願い。住民の頭上に表示されるハテナマークは、びっくりマークは、何らかの頼み事があるサイン。住人に声をかけて話を聞いてあげよう。なるほどね。これで何か進んでいくんでしょうね。ってことは、あの子に聞こう。え、この旗あなたが立てたの？うん。あなたは誰なの？あなた一体どっから来たの？ホラーなだよな。え、記憶がない？精霊の声に導かれてここに来た。頭の中で声がするなんてなんだかものすごく怪しい感じだけど。確かにね。この場所は暖かくて気持ちがいいし、私ここに住んでみようかな。お、住民ですね。ジン、いくらあなたに物を作る力があってもメルキドを一人で復興するのは難しいでしょう。まずは町を再建する、仲間となる人々が住むための部屋を作るのです。なるほど、これで家を建てるんですね。そこに扉だけが残された壊れた家があります。壁の隙間を土で埋め修理してみましょう。ブロックは L1 ボタンを押しながら置くと一番上に、 R を押しながら置くと一番下に置くことができ、三角ボタンの長押しで連続して置くこともできますと。さあ、この土を使って壊れた家を修理するのです。おーい、土でも5個しかないの？ジャンプ、ぐーとは言ってもさ、あ、なるほど。上、下。あー。L、こういうことですね。はんはんはん。ここで、ボン。置いた。これ屋根がないよ、でも。あ、なかなか難しいな、これ。コントローラー慣れるまでが。こっちが下とか、そういう風に。あれ。ピリンから依頼された目標達成した。お、いきなり入ってきましたね。どうもどうも。わあ、すごい、ボロボロだったお家の壁が直ってる。え、土を置いてあなたが修理したの？そうだよ。頭の中で精霊の声がするとか少しおかしい感じの人だと思っていたけど。うるさいよ。壊れたお家を修理できるなんて、あなたは不思議な力を持ってるんだね。そうでございますよ。ピリン、はい、これ。何でしょう。お家を直してくれたお礼だよ。ここに来る途中に拾ったんだ。お、白い花びら。これ確か薬でしたよね、できたのね。話す。壊れたお家を修理できるなんて、あなたってやっぱり不思議な人だね。どうしてあんなことができるの？え、自分には物を作る力があるって？物を作るってなーに？ああ、そういう世界なんですね、ここは。ジン、私の言葉を覚えていますか？この世界の人々は物を作る力を失った人々。人々に物作りを伝えるのもあなたの役割なのです。なるほど。せっかくお家を修理してくれたけど、明かりがないとお部屋にはできそうにないのね。明かりって言っても松明はこの近くには落ちていなさそうだし。松明か。旗の近くにある石の作業台を使えば松明を作ることができそうです。おお、ほうほう。この素材を使って松明を作り、彼女に見せてあげると良いでしょう。はい。青い油を手に入れた。そうだよね。着火剤がないとできないよね。青い油か。で、かまど。
作る。松明。枝と油で松明ができると。ほい。OK。うん、ピリン、できたよ。部屋に戻ったらいいのかな。例えば、うん、空き部屋が完成した。新米ビルダートロフィーゲーツ。超新米だよね、まだ。うん、しかしね、ピリンが何も言ってこないね。あ、そのタイムズどっから見つけてきたの？え、見つけてきたんじゃない。これをあなたが作ったって？そっか、周りにある素材から物を生み出すことをものづくりって言うんだね。そうだよ、ピリン。ありがとう。また少しだけ分かった気がするよ。ひょっとして、こういうものも役に立つ？必要だったら私も集めてみるよ。てててて。お、太い枝ですね、今度。はい。ということで、今回ここまでにしておきます。今回やった動画は、まず家を作る、そしてピリンと話す、そして松明を作る、この3点ですね。もうちょうどね、切りがいい時間なんで、セーブしてここで終わろうと思います。では明日、またピリンと話しながら物語を進めていきたいと思います。バイバイ。今日からゲームの実況番組を始めたジンと申します。今後もどんどん配信していくのでよろしくお願いします。もしよかったらね、登録なんかしてもらえるとありがたいと思っています。もう一回だな。